シャロンです。というわけでね、今回なんですけれども、黒煙の支配者、激アツの最新弾が発売したということでですね、まあ、この段に収録されてるカードを中心に、まあ、最低とかね、これちょっと見落としがちだけどあるあるだよね、みたいな、押さえておくべきポイントとか、まあ、豆知識的な、ものを、解説していく動画になっております。まあ、結構ね、これは知ってるわ、みたいなのもあるかもしれないんですけれども、やっぱりね、こういうしっかりとした予習がね、大事になってきますんで、まあ、この後もね、しばらく、まあ、診断発表されてなくて、このままの環境でいくと思うんでね、まあ、早いうちに、新カードに関しての、まあ、詳しい知識をね、身につけておきましょうという動画になっております。ぜひね、最後まで見ていってください。はい、まずですね、キラフロル EX に穴抜けの紐問題から、説明したいと思います。こちらですね、まあ、キラフロル EX が穴抜けの紐で、こう、先に場に出てきた時に、ベンチを特性でトラッシュする効果と、穴抜けの紐でポケモンを出すのどっちが先なんだっていう話ですね。穴抜けの紐使います。相手のベンチからキラフロル EX 出てきます。はい、で、自分のベンチにポケモン5体いました。さあ、どうなるのかっていう話なんですけど、結論から言うと、キラフロル EX の特性は、途中で挟まることはなくて、で先に穴抜けの紐の効果を解決します。キラフロル EX でできます。そしたら自分もそれに合わせて、ベンチ5体の中から、バトル場に出すポケモンを選んで出します。で、出し終わった後にキラフロル EX の特性が解決されて、その後にベンチのポケモンを3体に減らすっていうね流れになりますね。まあ、結構ねキラフロルと戦うときは、まあ、あるあるなところもあると思うんで覚えておきましょう。次ですね。まあ、スコビランなんですけど、まあ、これ本当にどうでもいいんですけど、このダブルタイプがね、ダメージ計算ね、ちょっとややこしいっていうね、質問があったんで、こちらもちょっと一応話しておこうかなと思ったんですけど、まあ、例えば、このスコビランが、相手のゲノセクト V に攻撃するときって、ゲノセクト V って、炎弱点で草抵抗なわけですね。じゃあどうなるのかっていう話なんですけど、まあ、一応ね、これはシンプルに考えればよくて、まあ、炎弱点 ×2 で、まあ、110が220になって、まあ、その後に抵抗力を計算。っていうことなんで、まあ、190ダメージが、まあ、計算としては正しいんですけど、このスコビラン、そういうややこしい計算をしなくていいために、なんか抵抗力を計算しないとかいうね、謎のおまけ能力があるので、まあ、結論、まあ、ゲノセクトに攻撃するときは、ま、220ダメージになりますと。まあ、これは本当にダメージ計算の基礎的な話なんですけど、こいつ抵抗力を計算しないっていうね、一文があることによって、ややこしいと思わせてややこしくないみたいなね、ことがあったりするんで、まあ、一応ね、覚えておきましょうという感じです。はい。で、あとね、まあ、リザードミン X デッキ使う方に関してなんですけれども、まあ、まずね、リザードが、まあ、普通ね、リザードミン X 組むぞってね、なったら、まあ、このね、黒煙の支配者に収録されるリザードデッキに入れがちだと思うんですけど、これちょっと落とし穴で、実はね、リザードは、ポケモンカード151に収録されてるリザードの方がね、まあ、ちょっと強いですね。というのも、HP が、151の方は100。で、今回のね、黒煙のリザードは90です。まあ、違いとしては、レベルボールをね、採用する場合は、リザードも持ってくることができるんで、まあ、結構ね、こっちのリザードの方がいいんですけど、まあ、今のリザードエクソンデッキってね、あんまりレベルボールが採用されるような形にはなってないことが多いですね。ネストボール、バトルビップパス、ハイパーボール、まあ、このあたりが採用されてることが多いんで、まあ、正直レベルボールがないんだったら、こっちの HP90 のリザードを使う理由ってのはほぼないんで、ポケモンカード151の HP100 のリザードにしておきましょうという話です。まあ、月光手裏剣耐えるかどうかっていうのはめちゃくちゃでかいですからね、正直。で、あと、人影問題ですね。人影も、ポケモンカード151に収録されてる方は、HP70 あるんですよね。で、今回、黒煙の支配者に収録されてる人影は HP60 なんで、まあ、基本的には70の方を使った方がいいです。まあ、やっぱりロストマインで60をね、2体倒される展開とかがあったりするんで、まあ、この60と70の差っていうのはね、結構でかいですね。クレセリアのムーンライトリバースでも、60と70って結構違ったりするんで、まあ、やっぱり環境的にも、ここは変えるべきかなと思います。ただ、技は結構ね、このヒートタックル強くて1で30で技与えたい場面もあったりするんで、それこそ今回のポケカ四天王デッキレシピで山口義之選手のリザードン X は HP70 の人影が3枚、そして HP60 の人影が1枚というような配分になっていて、まあ、場合によってはこの HP60 の人影でヒートタックルを狙っていけるよっていうデッキ構築になってました。なんでね、まあ、こういう、散らし方もありだと思いますが、基本的には HP70 のこの人影を多めにしておくに越したことはないと思います。あ、もう一個あるんですけど、人影実はね、これ、ね、プロ目
カードが存在するんですよね。これはあのポケモンカード151のカードファイルセット限定の一影なんですけど、これね実はね HP70 でかつ技が違うんですよね。でこいつが2エネで40ダメージ与える火の粉って技持ってて、これねちょっと強いんですよね。というのも例えばサーナイト、アルカナ社員のサーナイトが100ダメ感をね乗せて攻撃してくるパターンっていうのがあるんですよね。その場合ってアルカナ社員のサーナイトの HP が残り40になるんで、あのヒートタックルの人影じゃ倒せないんですけど、この火の粉の人影だと倒せるんですよね。やっぱりサイド1のポケモンで攻撃をしてサイドを取れるっていうのは結構でかかったりするんで、サーナイトデッキに関してはこのね火の粉が欲しい場面もねあると個人的に考えてます。なんでまあ人影選択肢いろいろあるんですけど、基本的には HP70 がおすすめで、まあこの火の粉のやつも結構おすすめという形になってます。でまあ山口義之選手のデッキ構築みたいに、HP60 のやつを1枚だけ入れとくっていうのは結構ありだと思います。はい。あとね、まあ、似たような話なんですけど、まあ、ピジョット EX をデッキに入れる際に、ポケモンカード151のポッポに絶対にしてください。これもね、黒煙の支配者を買ったからといって、ポッポもね、黒煙の支配者にね、採用されてるやつを使うっていうのをやってしまうと、めちゃくちゃデッキがね、弱くなります。まあ、ポッポ、HP がね、これ60と50っていう違いはあるんですけれども、ポケモンカード151に収録されてるポッポはね、仲間を呼ぶって言われたらもう超優秀なんで、まあ、これはね、もう151のポッポ一択かなと思いますね。でね、あとついでにピジョット EX についての注意点も話しておきます。こちらですね、マッハサーチは、別のマッハサーチを使ってないならこの特性は使えないっていうね一文があります。これね結構忘れがちなんですけど、ピジョット EX を2体出したところで2回マッハサーチは使えないっていう点ですね。これはね結構場面的にもあり得るし、まあ忘れがちな可能性もあるんでちょっと気をつけた方がいいかなと思います。結構ねオクタンの連撃サーチとかも似たような感じですけど、まあ使えないんでね、このマッハサーチでピジョット持ってきて不思議な目マッハサーチみたいな連鎖みたいなのできないんで、これはね、注意が必要かなと思います。まあ、あとこれは本当に構築のコツみたいなところですけど、ピジョット EX みたいなマッハサーチみたいな特性が使えるデッキに関しては1枚積みのカードをたくさんね入れた方がデッキが強くなる可能性は結構高いですね。まあ、特にサポートカードとかも場面に合わせてね使えるサポートカードとか、例えばジャッジマン4、博士の研究4、ボスの指令4みたいな3種類だけにするんじゃなくて、まあ、結構場面に応じて使えるねセイボリーとかキバナとかチェレンの気配りとかね、そういうようなカード結構入れておくとマッハサーチでね持ってこれるっていうのは結構でかかったりするんで、まあ、これは構築の一つの、ポイントかなと思います。あとはねリザードン EX かな。まあ、これね結構ツイッターでもボソッとツイートしたんですけど結構反響があって、まあ、こうテラスタルっていうねポケモン今までね結構出てたんですけど、ぶっちゃけどれも弱かったっていう、まあ、こう言うとねいやフォレトス EX は結構強かったでしょみたいなあるかもしれないですけど、まあ、ぶっちゃけこうティア1ティア2レベルになったテラスタルポケモンっていうのは今までいなかったので、まあ、今回このリザードン EX が初めての環境入りなんじゃないかっていう話なんですけど、これ実はテラスタルってねこのポケモンはベンチにいる限り技のダメージを受けないっていうね謎の一文がね上の方に書いてあるんですよね。まあ、これ結構有名だとは思うんですけど、結構ツイッターではねマジかよ知らなかったみたいな、いやこれマジ忘れそうみたいな反響あったんで一応説明しておきます。しかもこれって特性じゃないんですよね。テラスタル能力は特性じゃないんで、いただけぬ雪道を張られたところで巨大連撃とかを受けることはないっていうのはまあ重要なんで覚えておいた方がいいと思いますね。まあ、結構ね例えばパルキア V スターでリザードミン X になんか260ダメージ与えて残り月光手裏剣で倒そうみたいな、戦略を取るときに月光手裏剣効かないんでね、テラスタルによってマナフィーいなくてもなぜか、まあ、これとかね結構やらかすとね本当に一瞬で負けちゃうと思うんで、これはねマジで覚えておいた方がいいと思います。絶対これやらかす人いると思います。あとはねまあ、コピーかな。ポピーとかねあんまりぶっちゃけ強くないんでねそんな使うことないと思うんですけど、まあ、これもね質問あったんで、自分の場のポケモン1匹についてるエネルギー2個まで選び自分の別のポケモン1匹に付け替えるっていう能力なんですけど、これってダブルターボエネルギーが2枚ついている自分のポケモンから、別のポケモンにダブルターボエネルギーを2枚移し替えることはできるのかっていう話なんですけど、まあ、これできます。これね、説明的には、ダブルターボエネルギーのエネルギーって、こう、1個選ぶことができるんですよね。まあ、これって逃げエネ切るときとかも一緒で、例えば逃げるエネルギーが2の、ルギア V スターにダブルターボエネルギーが2枚ついてるときって、まあ、当然ダブルターボエネルギーを1枚、逃げエネとして捨てることで逃げることができるんですけど、これダブルターボエネルギーをね、2枚捨てて逃げることもできるんですね。で、これの原理としては、ダブルターボエネルギーのうちの1個を選びます、ダブルターボエネルギーのうちの1個を選びますっていうのができる
るんですよね。なんでポピーも同じ理論でダブルターボエネルギーの1個、そしてもう1枚のダブルターボエネルギーの1個を、2個として選ぶことによって、シュッとね2枚とも動かすっていうことができたりします。まあぶっちゃけね使うことはほぼないと思いますけどね。はい、あとは月明かりの丘かな。月明かりの丘は、まあ、これは本当にもう最低の話ですけど、自分の場のポケモンが全員満タンの時は使えないです。自分の手札のね超エネルギーをトラッシュにねどうしてもなんか送りたいみたいな場面があったとしても、自分の場のポケモンがダメージを受けてなかったら、使えないというのがあります。まあ正直これもそんなに場面としてはないから、まあ、サイコエンブレイス別に使えばねダメか乗るから、まあそんなにはないかもしれないんですけれども、まあ一応ね覚えておきましょうという感じです。あとはね、まあ、リベンジパンチかな。リベンジパンチの最低としてあるのが、このポケモンがね、相手の技のダメージを受けて気絶したとき、技を使ったポケモンダメかも4個乗せるっていうね、ポケモン道具なんですけど、これ、相手の攻撃で自分のポケモン気絶して、相手がサイド全部取って勝ちなんだけど、リベンジパンチで相手のポケモン倒して、こう、お互いサイドゼロになったらどうなるのっていうね、質問がありました。で、これはですね、基本的には両負け、引き分けになるんですけど、そうじゃないパターンがあって、例えばリベンジパンチのついている側の人のベンチポケモンがゼロだったら種切れ負けも起きるわけですね。サイドを全部取られて負けと種切れ負けが、まあ、こう2つの敗北条件を満たすっていう状況になるんですけど、そういう場合はそのベンチがいない側が負けになるんですよね。なんかちょっと不思議ですけど、まあ、これ逆も一緒で、攻撃した側、リベンジパンチじゃない側がベンチポケモンゼロで、リベンジパンチ側にベンチにポケモンがいたら攻撃した側が負けになります。なんかこのなんかね、敗北条件をなんかこう2つ満たすとね負けになるっていう、まあ、ちょっとこの説明合ってるかわかんないですけど、まあ、とにかくねそういう場合は両負けにならないっていうのは一つ覚えておきましょう。なんで自分のね手札に種ポケモンがいたらこうやって出してから攻撃すれば、相手にねベンチがいなかったら、まあ、勝ちになるよっていうことはあったりすると思うんで、まあ、これめったにないですけどね、まあ、これはね覚えておいた方がいいと思います。はい、という感じでね、今回は、国連の支配者に収録されているカードたちのね、まあ、最低みたいなものをね、話してみました。まあ、ぶっちゃけ最低以外にもね、結構なんか、まあ、割としょうもない豆知識的なのもね、話しちゃったんですけれども、まあ、とはいえね、何かしらのことはね、今後のポケモンカード生活で生きてくる可能性はね、あると思いますんで、皆さんもね、ぜひこの動画見ていただいて、今後ね、ポケモンカードライフに活かしていただければと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。シャボンチャンネルでね、診断の対戦動画とか大会とかもねいろいろやっていきますんで、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。